よいしょ。はい、起こった。よいしょ。相模川にドラゴンが鳴り響いてるような。よいしょ。釣り師です。今日もね、仕事帰りに、相模川の、キャスティングルアー愛を、楽しみに来ました。これから早速、ちょっといろいろ試してみようと思います。結構愛がね跳ねてますんで、結構期待してるんですけど、今日はね、このパームスさんの、パームスさんの飯田さんがハンドメイドで制作したハンドメイドのエスケード、ハンドメイドルアーのエスケードをちょっと中心に使ってみて楽しんでみようと思います。ではやってみます。お、結構いい動きだね。さすが。ちょっとね、今日ちょっと増水気味で流れも速いんでね、あんまりこう立ち込んでルアーを流せないんですけど、丁寧にダウンクロスするんですが、こういう風に右に倒してからまたこう左に倒したりしてね、こう軸をずらすことで、ルアーをねこう横に流す、距離を長くしてみたりとか、緩急をつけたりして、ちょっとアユを誘ってみたりしてます。今度はですね、当たりがないので、市販のエスケードを使ってやってみようと思います。当たったようですね。来ました、来ました。当たりました。はい、起こったか。はい、ああいう。はい、アユです。ヒットルアーはパームスのエスケード 80MDF フローティングですね。はい、相模川のアユです。はい、
エスケードで1匹引きましたね。試合が来たみたいですね。で、これウグイじゃねえかよ。ウグイだよ。ウグイが来ちゃったよ。よいしょ。よいしょ、ウグイさん、ごめんね。いたか？外れちったかな？来てんな。来てる来てる。あ、じゃあ外れちった。外れちったよ。側にドラゴンが鳴り響いてるような。地合いが来たかもしれないんで、ちょっと集中して釣ろうかと思います。私がよく使う釣り方なんですけどね。こっち右に倒せば、この右の穂先を軸に、ルアーがこう要はドリフトしてくれるんですが、でここからさらに左に倒すことでさらにドリフトし続けるっていう。サラミの追試改造ルアーで来ましたね。すぐ来たね。外れちったかな。分かりづれえな。あ、外れてる。ふざけろよ。外れちゃうんだよな。苔が絡んで。来た来た。ゆっくり寄せて、合わせてゆっくり寄せて。
手ブラシも口にかかってる。来たか？来たね。来た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 。ドラゴンが相模川に鳴り響いてます。来ましたね。お、いい引きしてる、いい引きしてる。いいね。なかなか寄ってこないですね。元気いいですねこれ。寄ってこないときはこう自ら近づいて、うん、元気いいね。すごい元気、全然近づいてこない。よいしょ。何が起きてるの？聞いた割には。